こんにちは、あやチャンネルのマミーです。今、朝ごはんがね終わって、歯磨きガムの時間です。やっぱりね、キャンプ中に歯磨きっていうのはなかなかできないので、こうやって歯磨きガムのスティックをね、持ってきて、歯磨きのね代わりにね、ガムを噛ませています。こんな感じです。みんなね、夢中ですよ。誰もこっち向いてくれませんね。ね、なかなかこっち向いてくれないね。ここはね、香川県の道の駅ふれあいパーク、美濃というところです。私たちは昨日、夜ね、ここに到着して、ここで、寝ました。今はね、だいぶね、もう車がね、こんな感じでね、なくなってるんですけど、もう昨日来た時なんて場所が2つしか空いてなかったです。もうそれぐらい車中泊、今もうなんか流行りですね。全然空いてなくって、今これ道路を渡った側なんですけどね、車が、止まってないですよね、ここの山のふもとで。今ここに一台だけ車が止まってます。ここも昨日の夜は全部いっぱいだったんですね。でも緑がいっぱいです。やっぱりね、こう緑がいっぱいなところで、こう車中泊というか旅行っていうのはいいですよね。こんな感じでね、お天気がいい時には洗濯物、まあタオルとかなんだけどね、温泉でね使ったね、タオルとかを、干したりしています。そうすると朝の太陽だけでもね、結構タオル乾くんですね。もちろん持ってくるタオルもちょっと乾きやすいようなねタオルをね、こういう旅行には、持ってきます。多頭飼いの場合はこんな感じでマイサークルを持っていくとすごく便利です。はーい、今はね、うどんを食べにね向かってますよ。車の中こんな感じです。今マミーがはーいって言ったからみんなが寄ってきちゃいました。今日は暑いです。とっても暑いです。なので車のね窓もね、開けてね走っていますよ。ノエルはねちょっと暑いのでお洋服も脱がしました。怒らないですよ、ダイヤくん。外見える？ここはね香川県だよ。うどんの町よ。うどんの町というかうどんの県だよねえ。これ見てください、すっごくないですか。もうね駐車場渋滞です。視聴者さんからね、釜揚げうどんのお店を教えてもらったんです。そして行ったんですけれども、もう本当にすごい人で大人気のお店で、入るのに2時間以上かかりました。でもねとっても美味しかったです。釜揚げうどん、うどん屋さんをねちょっと甘く見てましたね。並ぶとは思いませんでした。そしてこちらが3軒目のうどん屋さんになります。もうね並ばなかったですね。やっぱりもう時間がねだいぶ遅くなってきたので、並ぶこともなく、入って食べることができました。美味しかったですよ。そして、こちらがもう夕方になってます。4軒目のうどん屋さんです。肉うどんを頼みました。こちらも美味しかったです。本当はね、もっといっぱいね、うどん屋さん行きたかったんだけど、もうここでギブアップです。食べれなくなりました。
あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.